この先でホワイトベースが着底しちゃって、なのにアムロ総長さんが行方不明のままなんだよ。こいつらみんなやっちまえばいいんだろう。うん、プチプチ潰してけばそのうち終わる。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長祈祷します。アムロ総長は？奴のことはいい、船の直縁に回れ。了解、任されてください。今のブライトノア注意、私たちホワイトベース隊なの？落ちる。今度はジオン軍の通信応募時、俺が飛び出す、その間にタンクをやれ。は、はい、ダルタイン。ハハハ、隊長やりました、タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか、黒魔だ。木馬を打ち取らねば我々の戦いの意味はない。ラルタイン、ランマラルタイン、どうやって防止したの？それに気になると思うけど、今はとにかくホワイトベースへ。小隊長さん、どんどん進んで。ダルタインはオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。邪魔。まだなのか、くらえ。そうだ、逃がしたよ。邪魔、どいてくれる。強襲揚陸艦ホワイトベース、迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユーノ遅いぞ、何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です、支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後、このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。私たちそのオデッサにいたのよ。邪魔、邪魔だな。だけど木馬を落とす、浮かれないよお前たち。ザクとは違うんだよ。え、別のモビルスーツに変わった。ここは何でもいいか。邪魔する奴は全部敵だ。まさかガンダム。その通りです艦長、ガンダムバルバトス本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの？ランバラル隊がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。小隊長、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。あの木馬に。どうしたバルバトス。オルガ、俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル隊員のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたナル隊やザクはどうなったの？説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。